こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、 大人の男性が持つべき名ブランド5000というテーマでお届けをしてみたいと思っています。普段の僕のチャンネルではユニクロですとか GU ですとか、あとはグローバルワーク、グリーンレベル、その他セレクトショップのオリジナルだとか、まあそういったものをですね、ご紹介することが多いんですね。まあ科学が安くて買いやすいというのもやはり正義だと思いますし、あとはデザイン的にベーシックなところをちゃんと押さえながらもトレンド感が程よくミックスされているセレクトショップの オリジナルとといいいいううもものもかかななり使い勝手がいいかなと思うんですね。ただ、世の中にはその他にもたくさんのブランドというものがありまして皆さんにもですね、そういった優れたブランドを少しでも触れてもらいたいなということで、まあ、今回の動画はですね、僕の普段のテイストからそんなにブレないようなベーシックで割と使いやすいようなですね、名ブランドを5つご紹介をしてみたいなと思っています、まあ、普段ご紹介するお洋服よりも価格帯はちょっと上がるんですが全、まあ、身をそのようなブランドで 構成するのではなくてポイントポイントですね全身の中に一点だけ混ぜてみるだとか秋冬の中でなんか一点だけ贅沢をしようと思った時にこういったブランドに触れてみることで結構ファッションの幅も広がりますしあとはお吸気も深まるかなと思うのでぜひ今回の動画最後まで楽しんでいただければなというふうに思っていますまあ、今回5つご紹介するわけですがまあ、その他にもですね本当にいろんな優れたブランドって日本国内そして世界にはたくさんありますので皆さんの中でおすすめのものが ありましたらコメント欄で教えていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションのをですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということでここからはですね皆さんに具体的にですね名ブランドをお伝えしていきたいなと思っているんですがまず一つ目はですねニットのブランドなんですね パートナーというブランド、皆さんは聞いたことがありますでしょうかこのブランド自体は2013年に創業ということで、そこまで長い歴史があるわけではないんですが、その前身となるですね、岡山メリアスという工場がありまして、この工場自体が老舗で、山形県の佐賀市で長年ですね、ニット作りをしていた工場なんですが、そこのオリジナルブランドとして立ち上がったのが、 バトナーというですね、ブランドになるんですね。日本が世界に誇るですね、技術力ですとか、あとは素材の 風合いでで、ね、ですすすねねねこのののりをふんだんにに用ななががらら丁寧に作られているのがバトトナーのニットなんです、ね、僕がバトナーと出会ったのはユナイテッドアローズだったと思うんですよね結構アローズの店舗には定期的に訪れてるんですがその中でちょっと気になったニットがあって厚みとしては結構ローゲージでしっかりと存在感のあるニットなんですけども編み地がちょっと特徴的で肩のラインにですねこう斜めに入っていくような一つ特徴的な編み地になっていましてベーシックなんだけどどこか アクセントが効いてるような見た目がですね、非常に気になって、僕もですね、何年前かな今から4年ぐらい前に実際にですね、購入したのがバトナーのニットなんですね。まあ、詳しくはこちらの画像を見ていただきたいんですけども、もう定番となっているシグネチャークルーネックというモデルなんですね。まあ、これはですね、今も現行でリリースをされ続けているんですが、まあ、一着持っておいて間違いのない名作かなと思います。着方としては、まさに今、秋ですね、T シャツの上にですね、重ね着をする形で、 ちょっとゆったりめのデザインで、ボリューム感も少しあるんですけども、重ね着に適しているので、この上にダウンですとか、ロング丈のコートを着ると、ものすごく相性がいいんですね。まあ、ベーシックなネイビーですとか、ブラックもいいですし、シーズンカラー的なものもたくさん出てまして、ベージュですとか、オリーブですとか、いろんなものが出てるんですが、まそのあたりはですね、ご自身のしっくりと着たものを選んでもらうといいんじゃないのかなと思います。このあたりのモデルというのは、毎シーズン定番でやってるものなので、 のもほとんどないので長い視点で見てもですねすごく使いやすいのかなと思っていますまあ、価格帯はだいたい2万円台中頃ぐらいなので、まあ、セレクトショップのオリジナルのニットに比べるとちょっと高めではあるんですがただですねあんまりにもぶっ飛んだ価格ではないのでちょっと頑張れば買えるぐらいかなというところが、まあ、個人的にはありがたい点かなと思っていますデザイン的にオーソドックスで素材感ですとか 細かな編み地の違いで差別化を図っているというところ。このあたりがですね、僕が普段ご案内しているファッションとの親和性も非常に高いかなと思うので、ぜひバトナーのニット、まあ、様々なセレクトショップでも展開がありますし、あとはオンラインなんかでも買うことができるので、ぜひ名前だけでも覚えていただければなと思っています。 はい、続いて二つ目の名ブランドなんですが、アウターを得意としているバブアーというブランドですね。まあ僕の動画の中でもよく出てきますし、バブアー自体は僕はこれまで何着か購入しているので、非常にですね、馴染みのあるブランドなんですが、まあ結構老舗のブランドです。1894年にイングランドで創業されてブランドなので、かなりの歴史を持ったブランドと言えるんですね。もともと漁師の方々が着用するようなワークウェアをですね、得意としてたのがこのバブアーというブランドで、生地にワックスを コーティングすることで防水防風機能を高めたですねアウター作りをしてきたのがバブアーというブランドなんですね今でもそのディティールは見ることができまして表面がですねちょっとこうぬるっとしたような手触りでオイル特有のですね質感というものが楽しめるアウターが結構バブアーの中にはあるんですね ただ最近はそういったワックスのついた生地というのはそんなに多くはなくて、さらりとした現代にフィットしたですね、生地使いのものが多くなってるんですが、もともとはワークベアとして機能性の高いものをですね、提供してたのがバブアーというブランドなんですね。まあイギリスにおいてはすごく歴史があって、なおかつですね、英国王室にも愛されたブランドとして非常に有名なブランドなんですね。まあ、僕自身もバブアーを知ったのは雑誌のビギンとかを見てですね、あ、こういったブランドがあるんだなっていうのを20代のですね、中頃ぐらい らいに知ったわけなんですね。ただ、デザインとしては割とですね、こう、クラシックな雰囲気なので、作業着っぽいとか、なんかおじさんが着てそうなイメージがあるなというところで、なかなかその良さが理解できなかった時もあったんですが、当時からやっぱりファッション業界の方だとか、おしゃれ上級者の方の中に、バブアってものすごく人気が高かったので、僕自身も当時ですね、失敗。 シップスかなシップスが別注でやっているビデールというですね、代用的なモデルを購入したんですが、まあ非常に気に入ってですね、当時別注でシップスカラーのネイビーのものを持っていたんですが、 結構使い倒しましたね。それこそオイルがですね、表面に塗られているもので、ちょっとその扱いがですね、大変だと思ってしまって、数年後に手放してしまったんですが、このバブアーの熱というのは結構数年おきにこう高まってくるものなんですね。僕もシップスで購入して、しばらく着て手放してからは、バブアーを着るようなテンションはしばらくなかったんですが、ここ数年ですね、急激にまたバブアーが人気復活してきていまして、それはなぜなのかというと、まあ、先ほどもお伝えし ましたがバ,バア自体ののちょっっっっっとととととこここうたたささかかワークウェアっぽいいダサかっこよさみたいなろろががえてて今のトレンド感とマッチするところがあって結構多くの方にですね、再評価されているという流れがありまして、結構ですね、セレクトショップも、先ほどのシップスの話じゃないですけども、いろんなコラボレーションをやってまして、別注モデルだけで、様々なバリエーションがババーの中にも出てきてるんですね。例えばこちらのようなビームスプラスだとか、あとはちょっとワイドなサイズ感に振って、 アークネッツの別注版なんかもめちゃくちゃかっこよかったりするので、本当にねベーシックなバブアーだけではなくて、様々な現代的な要素を加えたバブアーが結構出てきてるのが個人的には面白い点かなと思います。この流れって結構他のブランドにも言えるんですが、昔からあるような新生ブランドが、まあ、デザイン的にはずっと変わらずにあって、サイズ感とかも割とこうオーソドックスなものだったりするんですが、そういったものをセレクトショップが別注をかけることで、 現代的なサイズ感だとか素材使い、あとはデザインのディティールをちょっと調整することでよりですね、今着て楽しいような形にアップデートするという流れがすごく増えてきているんですがその流れの中で結構バブアーというのは人気ブランドで結構ですね、今楽しい時期だと思うんですねで、このバブアーの中での人気モデルのビデールというものが丈の長さ的にお尻がちょっと隠れるぐらいの長さでロング丈のコートほど長くないしかといって G ジャンとか まあ、MA-1 ほど丈が短くないのでまささにに秋だとかか春なななんん使えるよううちょうどいい着丈の長さなんです、ねまあ、このような竹の長さっていうのは結構最近のトレンドにも非常に合っているので、そういった点も含めてバブアーが人気なのは頷ける点なのかなと思っています。確かに最近ではバブアーに似たようなアウターが結構いろんなところでセレクトショップのオリジナルとかでも出ているんですが、まあ、こういったものから入ってみてすごくいいなと思ったら本家のバブアーですね。 オリジナルのものでもいいですし、セレクトショップとコラボレーションしているような、こちらの画像のね、ビームスプラスのようなものとかでもいいかなと思います。ぜひですね、こういったアウター、結構一回買えば長く使えるような名作かなと思うので、皆さんもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて三つ目のブランドなんですが、こちらはアウター、その中でもコートを強みとしている、 マッキントッシュというブランドですね。まあ、この名前を聞くとですね、コンピューターのマッキントッシュをですね、思い浮かべる方もいらっしゃいますが、まあ、僕らファッション好きにとってマッキントッシュはもうコートのイメージなんですね。もうね、マッキントッシュというブランド自体は僕自身も20代前半にめちゃくちゃ憧れたんですが、やっぱりコート自体めちゃくちゃ高いんですよね。10万円を超えるような高価額帯なので、なかなか買えなかった。そこがですね、僕自身の憧れをよりですね、深めていったかな と思うんですが、まあ、マッキントシというのはこれまた長い歴史を持つようなブランドで1823年にイギリスで誕生したブランドなんですね非常に長い歴史を持っていますこのブランドの代名詞となっているのがゴム引きのコートというもので 生地と生地の間にゴムを塗り込みそれを圧着させるというような手法で防水性の高い生地を開発したんですねこれがいわゆるですねマッキントッシュクロスというものでこちらを使ったコートというのは当時から現代に至るまでずっとですね継続して取り扱いがあるわけなんですがまあ、ゴム引きのコートってめちゃくちゃ風合いがいいんですよ僕もこれまでゴム引きのコートというのは3着購入しましたねすごい憧れが強かったのでマッキントッシュのコートって数年おきに たたくなって何度か購入したことががあるんですがゴム引きのコートって正直こう動きやすいようなものではなくて表面がパリッとした風合いがあってその生地のなんだろうな重厚感というか風合いですねそこにものすごくなんか興奮する部分があるんですよね決して着やすいわけじゃないんですよそして手入れなんかも非常に難しくて専門のクリーニング業者に出さなくちゃいけなかったりするのでもう管理だとか持ち続けるのが意外と難しいのがゴム引きのコートだったりはする ですが ただですね、独特のその雰囲気だとか、デザイン自体もすごく特徴的で、エッジが効いてるわけではなくて、ものすごくベーシックなんですよ。特に代表的なダンケルドと呼ばれるようなコートは、いわゆるビジネスで着るようなステンカラーコートのもう王道的なデザインなんですね。本当にこうエッジみたいなものはほとんど効いてないんですが、だけど着るとシルエットも美しいし、なおかつ素材の質感も、まあゴム引きであっても、そうじゃないものであっても、ここは共通 としてて言えるんんですすが質感ごくく良なか普マッキントッシュのコートだというですね、自分の中の暗示もあるかなと思うんですが、そういったものも含めてブランドの世界観だと思っているので、マッキントッシュのコートはね、めちゃくちゃいいんですよね。まあ、大人の男性だったら、一着ぐらいですね、ちゃんとしたコートを経験しておくっていうことだけでもですね、十分に価値があると思うので、ぜひ皆さんもですね、マッキントッシュのコートを、まずは試着だけでもしていただきたいなと思うんですね。 これまた結構いろんな各社でですね、セレクトショップ別注を出していまして、エディフィスであったりだとか、ユナイテッタロウですね。この辺りでも別注版出していまして、この辺りもですね、このシーズンにしか味わえないものというところで、非常にテンションが上がるもので、また久々にですね、マッキントッシュのコート、確か僕の YouTube を始めたばかりの頃ですね、フード付きのコートをですね、マッキントッシュで購入したんですが、それ以来ですね、なので3年ぐらいぶりにですね、欲しいなと思ってるんですね。 ぜひ皆さんもマッ罰金シュいろんな種類があるので、大人の名作としてチェックをしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目のブランドなんですが、僕はこのブランド大好きで、ちょっと私物も持ってきてるんですが、レミレリーフというブランドなんですね。このブランドも決してこう歴史が長いというわけではなくて、2008年にスタートしているわけなんですけども、主にアメリカンベーシックをですね、一つの軸としたようなデニム系の素材が非常に多いブランドなんですね。デニムだとか、ワークウェアだとか、あとはミリタリーウェアだとか、このあたりをベースにしながら、まあ、独自の解釈で、 再構築したようなアイテムが多くて、まあ最初からヴィンテージ感が味わえるようなアイテムが多いのが、 このレミレーリーフというブランドの特徴なんですね。僕が一番最初にレミレーリーフに出会ったのは、おそらく2010年とか11年ぐらいに、バーニズニューヨークですね。この店舗で取り扱いがあって、そこで初めて知ったんですね。まあ、レミレーリーフを代表するですね、ウエスタンシャツがあるんですね。こちら見ていただきたいんですが、これ、これにですね、もう激ハマりしてしまいまして、今までに2着購入して、いずれも着倒してしまったぐらいなんですけども、非常にですね、色の表現の仕方、 また加工の技術が高くて自社の工場をですね岡山に持っているんですがそこで職人がですね手作業で一つずつ丁寧にですね色の表現をしているというところがこのブランドの最大の特徴かなと思っています今年ですね久々にですねレミレリーフのアイテム購入したんですね。 これは春夏にですね、購入したもので、まあビームスの別注だったと思うんですね。こういったワークテイストのアウターって、まあ先ほどのですね、ババアじゃないですけども、最近の傾向としてはトレンドになってまして、こちらもお尻がギリギリ隠れぐらいの着丈の長さになっているんですが、胸ポケットだとか腰ポケットがついていまして、アウター的に着れるような感じなんですが、まあ素材の厚みとしてはほとんどシャツに近いような薄手のものになってまして、すごくですね、使い勝手がいいんですね。特に色ですよね。 この村感だとか、まあ、最初からですね、少しシワっぽい雰囲気が出ていて、こう、くたっとした古着のような雰囲気があるんですが、まあ、サイズ感としてはちょっと現代的な少しだけゆったりさというところもミックスされているので、まあ、完全なるこうアメカジの表現というよりは、 うまく時代の雰囲気ともミックスされているところが、個人的にはすごくいい点なのかなと思っています。まあ、この深みのある色合いですね。めちゃくちゃ良くて、もう改めて今年経験してレミレリーフ大好きだなと思いましたね。なんか僕自身は古着というものはそんなに着ないんですね。かつては古着が大好きで、もうめちゃくちゃ着ていた時期があったんですが、それを経た結果、ちょっと古着に苦手意識を持った時期があって、それからはですね、わりとこう新しいものを着ることが多かったんですが、レミレリーフは。 古着ではないんですが、もう最初から風合いがすごく古着に近くて、なおかつデザイン的なエッセンスとしては、現代的な部分もあったりだとか、再構築というところで、まあ独特の古着にはない世界観が表現されているので、この点も含めて大人の男性には、まあ通な部分も含めてですね、楽しんでいただけるような名ブランドかなと思います。まあしばらくですね、レミレリーフと離れていた時期があったんですが、今年久々に買って、ちょっと色々買い揃えたいなと思いました。まあこのようなインディゴブルーもすごく 綺麗ですしオリーブ系のですねミリタリーっぽい色合いも含めて僕はレミレリーフすごく完成度が高いしあとは G ジ,ジャンですねこの辺りも良かったりするのでぜひですね大人の男性がなんかこう気分が上がるヴィンテージ風のアイテムを買うにはレミレリーフはもう本当に素晴らしいブランドだと思うのでぜひウェブも含めてチェックをしていただければなと思っています はい、続いてラスト5点目はですね、日本が世界に誇るスウェットの専門ブランド、ループウィラーですね。まあ、皆さんも名前を聞いたことがあるかなとは思うんですが、 こちらのブランドはですね、創業は1999年とそこまで長い歴史があるというわけではないんですが、まあ、かなりコアなファンが多いブランドとして、日本だけではなくて世界的にもですね、認知度は高いブランドなんですね。スウェットの生地を作る段階で非常に手間をかけているんですが、いわゆる釣り編み機と言われるような機械でゆっくりと丁寧に時間をかけながら作られているのが、ループウィラーのスウェットなんですね。まあ、この吊り編み式のり式機械自体が今ほとんど現存 ししてていいなななななくて非常ににに貴重もものののりますし大量生産に向かないものなのでこういった機械を使ってスウェットを作っているということ自体がかなり希少価値が高くてレアなことなんですね。なので日本国内だけではなくて世界中から注目されているのがループウィラーというブランドなんですね。もう本当にデザインとしてはオーソドックス、古き良きアメカジを表現するようなスウェットもしくはパーカーみたいなものが 代表的なアイテムとして挙げられるんですが、まあやっぱりループウィラーとしたらグレーの色合いですかね。グレーだとか、あとはネイビーだとか、このあたりのスウェットがまさにど真ん中。で、定番的なものに関しては、サイズ感はジャストサイズで、決してこう今っぽいものが多いというわけではないんですよ。ベーシックで使いやすくて、僕の中ではループウィラーの立ち位置というのは結構ニューバランスとかバブアと近いところがあって、 ベーシック、オーソドックスで使いやすくて、どこかこうクラシックでダサかっこいい感じがあるというところ、ここがループウィーラーの魅力かなと思っています。で、このループウィーラーというブランド自体も、やっぱりですね、定期的に盛り上がる瞬間があったりして、まあ、最近もですね、先ほどもお伝えした通り、いろんな老舗ブランド、定番ブランドが、セレクトショップとの別注というか、コラボレーションで新しく生まれ変わるという流れがありまして、ループウィーラーもですね、今シーズンで言うと、エディフィッツですね、ここが 別注をを出しししてててていいままちょっっっと今っぽくゆったりめに仕上げていましてこの辺りなんかはすごく今っぽくて使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。もちろんベーシックな本当にこう定番的なサイジングのループウィラーもこれはこれで使い勝手がいいかなと思いますしあえてジャストサイズでスウェットを選んでボトムスは少しゆったりめのもので合わせてみるだとかそういった着こなしで現代的にミックスするのもすごくいいかなと思うのでまあ一着持っておくと満足度が 高いかなと思います。このブランド自体のストーリーも読んでるだけでワクワクしますし、やっぱり使い込んでいくうちに独特の味わいというか風合いの良さというのがさらに増していくというのがループウィラーのですね魅力なんですね。残念ながら僕自身は所有はしていないんですが実はですね誕生日プレゼントにうちの奥さんにですねループウィラーのパーカーを送ったことがありまして今からですね7年とか8年前だったと思うんですがいまだに現役で使っていましてやっぱりですねちょっと古着感のた よいようなもちっとした風合い使えば使うほどなんかですねヴィンテージ感があるような風合いに仕上がってくるので今でもですね妻は丁寧に使っていてくれるのでこのですねルーピーラーのパーカーというのは長いですねスパンで見てもすごくですね活躍してくれるような名作なのかなと思っています僕自身はまだ所有していないのでさすがにですねそろそろ買ってみるのもいいかなと思うのでぜひ皆さんもですねチェックをしていただければなと思っています はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、大人の男性にですね、知っていただきたい名ブランドということで、5個ご紹介させていただきました。どれもですね、2な方々はもう大好きなブランドで、ただ一般的にはそこまで知名度が高すぎることはないかなと思うんですね。ただ、ちょっとファッションに興味を持って、いろんなことを調べていくと、必ずぶち当たるような名ブランドばかりなので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置きつつ、いろんなショップを回って、こういったものに出会ったら、 まずは試着をしてもらって、ユニクロだとか GU、そしてセレクトショップのオリジナルと比べてどんな違いがあるのかというところをぜひ体感をしてもらいたいなと思います。決して派手な違いがあるわけではないんですね。あくまでビサだと思うんですよ。デザイン的にはベーシックオーソドックスで定番的なんですね。ただ素材感だとか、ものづくりの背景だとか、あとは空気感を含めて、やっぱり独特なんですね。まあこういったところにファンがいるのがすごく頷けるようなものばかりなので、 ぜひ皆さんにも今回ご紹介できればなと思いました。僕も今回お話をしていて、まあ、改めてね、こういった名作に触れながら、ファッションというものの奥深さを知りたいなと思ったので、ぜひ一緒に楽しめればなというふうに思っています。これからもこのような形で、大人のアーに向けて、メンチファッションの基本ですね、なるべく丁寧に分かりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネットの紹介は、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。今春来 アイテムですとか最新のアイテムの紹介はガンガンやっていますのでぜひこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまたなかなか時間の余裕がなくてゆっくりと動画を見れない方のためにですねオンラインサロンも開催をしていますそちらの方では文章と写真ベースでなるべくですねコンパクトにサクサクとファッションの情報が受け取れるようにですね記事を書いていますのでこちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに